こんにちは、ミッドウェスト大阪の村井です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は画面見てわかるか、これはラフシモンズですね。はい、はい、まあ、ようやくこの2020年春夏を象徴するアイテムのラボコートシリーズですね。はい、それがまあこんな種類がバリエーションあるかってぐらい揃ってるんで、ミッドウエストは結構なんていうんですかね、コレクションのイメージを重視してこうお店に並べるショップなので、まあ今季はもうロングに次ぐロングでしたもんね。はい、そうですね。まあ自分の購入品紹介でも軽く説明させていただきましたけど、この辺の脱いでる方向わかるか。よいしょ。 T シャツもロングですからね、今季は。このイーロンゲイテッドラボ T シャツ、ほんとワンピースみたいですね、長さも。ほんと長くて丈感も。そうですね、どう、でもすごない、こんなにファッションってもう出尽くしてると思うんですけど、その中でもこう新しいアプローチを続けてるブランドってほんと少ないと思うんで、その中でもまあ新しすぎるよね。いや、でもめっちゃ着ると思います。ここは T シャツとか、まあ、デニムでもこういう新しいテクニックのアイテムを生み出し続けてるんで、はい、っていうところで、じゃあまあ今期のラボコートシリーズ一挙ご紹介していきたいなと思います。はい、じゃあまずはこちらのアイテムからですね。スリーブレスラボコート。おお、まあラフシモンズといえばやっぱスクールパンク、はい、まあユース、若い子たちの、まあ、象徴じゃないですか、学生って。まあ、そういう子たちのこう荒々しさみたいなのをノースリーブ、スリーブレスでカットオフして表現してたりとか。完全にスーツ地ですもんね、それは。まあ、ブレザー、ブレザーだよな、だからこれはもう制服っぽい生地。でもすごいこういうやっぱカスタマイズされたパッチとかでおしゃれに仕上がってますし、ハマるよね。でもこのロングにロング、ロングにロングですね。いやこれは着たいわ今年。でまあロング持ってるしなって結構言われる時あるんですけど、これならほんと着ると思います。これの上にも重ねれますし、なんかジレとかロングシャツとかみたいなテンションのアイテムなんで。でもやっぱりラフだとここまでデザイン力があって、まあ、これも全部ピンズを取っていろんなところにつけたりできるんですけど、っていうのと、まあラフってやっぱノースリーブじゃないですか、スリーブレスアイテム、はい、ジャケットもそうですし、まあ基本なんていうんですかね、あのフーディーとかもカットオフさせてたりとか、まあ、それこそ僕も一回私物紹介みたいなのドラッグって書いた前だけのノースリーブとか、ああいう結構あのアイテム良かったですねって言われるものってスリーブレスアイテムが多くて、まあ、今季はこれじゃないですかね。そうですね、やっぱノースリーブいいっすよね、あでもこれのまま佐藤君に着てもらってもいいかも。あデリブに多分、かなりマルチに使えるんで、見た目のデザインのこうインパクトよりもいいやん。いいっすね。まあ、もちろんこういうデニムシャツの上にもなんかこうアクセントとして足してもらってもいいですし、17万ぐらいで、まあ安くはないアイテムなんですけど、まあ他にはないデザインになってるんではないでしょうかね。そうですか、他にはないですよね。めちゃくちゃかっこいい。で続いてはそちら行きましょうか。ラボコートの、ほんとこれが一番ラボっぽいよね。そうですね医療用の生地っぽい感じっていうか、まあシーチングですね。まあ洋服をこう作る段階でこうマネキンに着せてこう調整していくような生地をそのまま洋服として展開してるっていう、はい、まあこれまた生地変わりますね。こっちの方がシャツっぽいです、黒の方が。でも今年はやっぱこの、ね、ちょっと作業着っぽい感じ、なんか古臭い汚れた色みたいな、白じゃないベージュっぽい、ね、まあベルギーっていうかアントワープのそのまあマルタンとか
ラフシモンズがこういう作業着とかワークウェアベースのものをモードとして、モードっていうかまあアンチモードですけど、としてファッションに取り入れてからこういうワークウェアみたいなのがこういうファッションの世界に浸透してきてると思うんで、いやこれはいいっすね。で黒になるとまたこう仕様が変わるんですよね。こっちはこう肥沃でボタン見えないようにしてるんですけど、こっちはボタンが前に出てたりとか、こういうウエスト周りのアクセントとかもつくので、うん、これはすごいおすすめですね。意外とね、このオーバーに見えるんですけど、肩とかはジャストでこう収まる、うん、だからこう、なんていうんですかね、ごわつかない感じですかね、スッキリして見えるというか、うん、この形に仕上げてるからこそ、さっき言ったみたいなこうロングシャツとかジレっぽい使い方、この上に何かを重ねるとか、多分この冬着てたコートをそのまま上に重ねていただくとかでもかっこいいんで、ね、このいやそのロングロングもすごいハマると思いますし、うん、正直この色合いで今回着るのが一番かっこいいですね。かっこいいですね。まあ、本当ラボラトリーっていうその研究所とかのこう人間のこう生きるか死ぬかみたいなこう危険なところの香りみたいなの、そうそうそう、それをこう紫とかエッジの効いたカラーで表現してたりとかするんで、このデニムシリーズもすごいいいんですよ。佐藤くんが着てるようにこうランウェイではデニムオンデニムで表現してたりするんで、めっちゃ良くない？いやめっちゃいいです。いやまあ、あんまりプライスの話なんであれなんですけど、まあ、秋冬とか、てかまあ、これまでのラフシモンズだと結構、ウールの秋冬のコートで、まあ、かっこいいけども、25万とか、そこからスタートとかが多かったんで、今回このデニムの、ほんとこう着ていくほどに味の出てくる生地で、まあ、10万ちょい台で、そうですね、うん、出てきたんで、決して安くはないんですけど、価値観あるアイテムに仕上がってますよね。はい、かっこいい。でも横から見た時のこの生地の生地のボリュームでこうオーバーに見えるフィット感も綺麗ですし、まあ、ラグランでこう後ろはこう斜めに切り替えてるんで、こうアームの周りも割とだから中も切れますよね、ちょっと大きめのものも。 でもなんかこうちゃんと着てる感じはあるんで、うん、なんか今すごい増えてるなんかドロップでバサッてブルゾンっぽい感じじゃなくて、きちんと感もあるんで、また新しい感覚ですね。そうですね、うん、まあロングでこんなにバリエーションがあるんで、絶対こう合う形は見つけていただけると思います。ちょっとパンチの効いてるスリーブレスとすごいおしゃれなシーチング生地のラボコートと、こう少しストリートとかカジュアルが多い方にもハマるデニムのラボコートっていうラインナップになりますかね。はい、でまあぜひもう一声って方はこのイーロンゲテッドラボを入れてくださいっていうところですね。ちょっとだいぶ数は少なくなっちゃったんですけど、いやでもこれかっこいいですね。なんか最初の印象は結構すごいやばいと思ったんですけど、実際古谷さんが購入されてやっぱめっちゃかっこいいな。もうこれ着た時のテンション上がりをやばいね。今まで買った服でほんま一番気に入ってるし着てるんで、いやってぐらい素晴らしいですね。かっこいいですもんね。うん、まあ、決してこれも安くはないんですけど、でもほんと続きますから、次の秋冬とかも JW とか、まあ、CDG とかもやっぱこういうメンズが着るワンピース、うん、でもまあメンズものなんで、生地はこうカットソーとか、まあ、リアルな生地に落とし込まれてるんで、ジェンダーレス、ダイバーシティですから、はい、まあ、ラフシモンズもやっぱそこの提案はすごいあると思うんで、次のシーズンも楽しいです。めちゃくちゃかっこいいです、はい、っていうラインナップなんで、ぜひ店頭に見に来ていただければなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございます。